ナナコナナコチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。どうも、ナナコです。いつも、あつ森配信などでご覧いただき誠にありがとうございます。先輩に100日後に、自分の島を見せるっていう企画で、今、随時ね、自分の家とか島とかをこう、クリエイトしてるところではあるんですが、まあ、正直、まだ、全然自分の中でインプットが足りてないなと。もっともっといい島にするためには、やっぱこう、あつ森の諸先輩方から、ノウハウを、学んで、で、それを自分の島にどんどんアウトプットしていくっていう作業が必要だなというふうに思ったわけです。ので、まあ、今日はちょっと夢番地を使って、人様の島にお邪魔しようかなというふうに考えております。僕がお邪魔したいなというふうに考えている島が、砂ザメさんの島、幸福の島っていうのがね、あるとのことで、まあ砂ザメさんといえばはね、もう僕も、ね、飼って知ってる友人で、あつ森もね、大先輩っていうものかなというふうに思いますんで、まあ、たくさん学べるところがあるんじゃないかなというふうに考えております。なので、ちょっと本当にね、新鮮に、一体どんな住民がいるかすらも何も知らない状態なんで、覗きに行ってみて、まあ、いろいろ学ばせていただければなというふうに考えております。じゃあ、早速、夢番地入力していきましょう。じゃあ、これがね、砂染さんのクレジットカードの番号になってますんで、これでじゃあ、ちょっと、不法侵入してみましょう。いけた！幸福の。という島が見つかりました。なんでなんかあんな柔らかい人なのにこんな思想の強めの不安な気持ちになる名前の島にしたんだろう。幸福の島行ってきます。幸せな気持ちになれる草とか入ったりしないかな。さあ、魅惑の幸福の世界へ行ってみましょう。おお、綺麗、桜散ってるやん。もうこっからいろいろね、学べることがたくさんあると思うんで、まあすごい家具だけじゃなくてね、いろいろこういう組み合わせとかで。うわ、てかすごいな、もういきなり。え、これ何の花？金のバラ？花壇になってるんだね、ここ。黒土を立てて、その上に花をっていう。で、まあ、その低木を前に置いてっていう。まあ、このやり方自体は、まあ、結構基礎中の基礎だと思うんで、まあ、覚えておきたい。うわー、風流やねー、砂。え、ちょっと待って、どうやったら石の置物、なんだ、石の水飲み場みたいなところの上に桜を散らせんの？桜が浮いてるの見える？みんな。風流やねー。あーはーはー。このイースターのなんか卵エッグの家具とかは、イースターの時期にしか手に入んないレア家具なんじゃない？多分このウサギとかもそうだよね。あ、お花見会場できてる！激アツやん。いや、ちょっと待って、これ、あ、すごい！花見酒がある。え、あつ森って未成年もやるんだけど、全然大丈夫なんだね。てか、料理いいよなー。料理ってどうやったら手に入んだろう？うわー、座椅子だ。でもちょっと待って、俺、この座椅子は俺も持ってるぞ。座椅子を使って、座布団もある。で、下のこの、藁、花見占領スペースさえあれば、あとは桜の木がないけど、なんか桃の木とか生やしたら、桃実はできる。学んだ。え、なに？ iPad とかあんの？うわ、風流とか和風や、いやー、ツナさん、匠やねー。和の作り方が。これは何？コオロギかな？働かせてる募金箱置いて砂さんが、コオロギを働かせてる。ほら、いいね。音色聞いたろ。じゃあ、ここに、なんか募金していきな。聞いたんだったら払ってきなってこと、砂さん。ああ、いろりね、あるよ、うちにも。いや、でもさ、外にいろり置いてもいい、悪くないね。いや、っていうかさ、この獅子おどしも、いろりもあるんだから、あとはこれは、城の壁かな。うわー、城の壁なー、いいなぁ。欲しい。それは手に入れるしかないな。いや、この辺は多分イースターのレア格なんだろうな、きっとな。あと、この喫茶店のこの看板みたいな欲しいんだよ、俺も。これがあるとね、だいぶ雰囲気作れると思うんだよな。うわぁ、これもちょ、そろそろ波打ち際？わかる！さあさあ、わかるよ。星のかけら、外に置きたくなるよね。綺麗だもん。いや、南国も作れ、いや、ちょっとさぁ、さあさあ、桜の島とさぁ、この南国のリゾート感ってもうこれちょっと、美味しいとこ取りすぎん？これもう何これ、エンドウ豆の椅子ある。これは寝転がるやつなんだ。うわー、かわいい。うわー、あれ、これヤシの木の下でね。俺なんてもうさ、雑多にヤシの木置くしかないから。うわ、うまくやるよねー。ここはまだ遊べるスペースがある。ここは俺のために残しといてくれてんだな。こっから、はいはいはい、外に出れる堂々エアラインにつながってて、つか好きやねー、砂さん、このエッグモン卵。あ、こんにちは。いつも砂さんにお世話になってます。こんにちは。キャラメルさん。はい。いえいえいえ。はい、楽しませていただきます。ワンちゃんなんだ。
うん、とりあえず全住民に挨拶した。あ、この子知ってる。チョキや。チョキはなんかね、別の、確かに任天堂公式の島で出会ったんじゃなかったかな、夢バンジで。あ、スナさんもチョキを仲間に引き入れてんだね。目のところが耳だと思った。これ耳だと思ってた。ウサギの、あ、ウサギの住民さんいるんだと思ったら、めちゃめちゃカエルだった。まあ、うちのガチャと仲良くなれそうですね。あ、でもキャンプサイトもね、砂浜まで持ってきちゃうっていうの手はあるよな。だからこれいいな、砂のお城。欲しい。わー、いいな、これ。みやびだね。外を眺めながらね。なんかあの、京都にこんなんなかったっけ、お座敷で外見れるようになってる。まあ、京都なんかそんないくらでもあるか。この子のお家ってことが分かるようにしてるってことなんだね。でもこれは確かに外から来た人からするとすごい便利だね。お邪魔しまーす。でもさ、その住民をこう、フォトカードに入れるみたいな家具あるんだ。欲しすぎん？わー、これはさ、スナさんがこうしたってわけじゃないよね。この子がもともとこういう部屋を作る子ってことだね。こんにちは。グミちゃん。大した部屋じゃないです。もしよければゆっくりしていってください。あ、退屈して眠くなっちゃったらごめんなさいね。です。です。まあでもね、スナさんは確かに好きなんだよ、ビジュアル系バンドが。で、グミちゃんを住民に引き入れたスナさんのその感性ということは、多分、V 系のね、感じの住民が欲しかったってことなんだ。いやー、これ欲しい。てかさ、さっきからさ、ハートの桜の花びらがあちこちにあるんだけど、これどうやって作ってんだろう。しまくり、マイデザインなのかな。あの、こういうさ、一個だけこう石を立てて雰囲気作ってんのいいよね。わかる。いや、てか道の作り方がマジでうまいわ。こんな交互に道立てたりできんもんな。デカテディベアがある。何この女の子の夢みたいな家具。バカ欲しいんですけど。このゾーンかわいい。めちゃめちゃかわいいな。ちょっとデカテディベアの前で写真撮ろう。いや、かわいい。デカグマちゃんじゃん。お邪魔しまーす。あ、お店やってんのかと思った。パッと見。なんかケーキ屋さんやってる人なのか。何？あ、ゾウさんが、ティーポットゾウ。こんな面白い住民がいるのか、世の中には。ティーポットゾウ。美女と野獣とダンボみたいな、こう、夢の、ティーな。すいません。せっかくいらっしゃる、なんだかふわふわしちゃって。夢うつつてこういう感じの時に言うのかしら。ほっ、あ、ホットの方ね。これ、うわぁ、さすがスナさん、ちょっと魅力的な住人を集めてますね。すげえ、ティーポットゾウ。なんだそれは。あ、なんか、アイドル？スナさん、これは、ちょっとあの、優遇しすぎてないか。ちょっとあの、立地もいいところに家建ててるさ。住民に対するちょっとあの、優遇を感じますよ。なんでこの、この子オンリーの、ステージみたいなの用意してますけど。いや、いた。ああ、あ、お風呂入ってるかと思った。こんにちは。ブーケちゃん。チェキ。これだからチェキと撮ろうかみたいな話してるから、やっぱ本当にアイドルの子なんだろうね。かわいい。いや、そうだよ。だからさ、そのファッション誌とか、あ、違う、絵本だ。ファッション誌かと思ったら、ひまわり畑の本とか置いてるの。桃太郎とかあるんじゃない、これ。いや、でも一応ファッション誌も置いてんのか。すごい。あの、銀行ぐらい、あの、レパートリーが多い。てか、この、イースター家具マジで可愛い。これ絶対あげたでしょ、スナさん。だっておかしいもん。チェキの部屋の中に、このイースターのウサギ家具だけ、ちょっと雰囲気がさ、独立してるじゃない。絶対プレゼントしてる。俺、もうマジ名探偵発揮しました。スナさん、この子が可愛すぎて、オンリースペースを作った上に、自分の中でのお気に入りのイースターのレア家具をプレゼントしてます。ひいき見ちゃったな。皆さん分かりやすいよ。あ、こんにちは。外を出歩いてる住民の方がいらっしゃいますね。声掛けしましょう。こんにちは。チョイさん。よ、あんたとは始めましたね。他の島から来たお客さんかい。猫かな。目が夜道でもパッキリ見えてかわいい。おかしくないもんな。じゃね。あれかな、語尾はじゃねえかな。スマホがあれば喋ったりもできるけど、やっぱり直接会うんじゃないと文化戻りないんだろうな。じゃねん。あ、すごい。この子サンリオコラボの子じゃない？クリスチーヌ。はい。幸福の島へようこそ。いや、そうだった。ディララーン。メロディアンな語尾。すごい。水玉模様がおしゃれですね。目が大きい。クリスチーヌのこともしっかり覚えておいてよ。ディララーン。あ！
俺あの羊知ってる。ピエン羊だ。知ってる知ってる知ってる。あの子見たことある。なんかめっちゃ有名な子じゃなかったっけ。なんでこれは服を飾ってるの。アイドルユニットのイメージってこと。パジャマパーティーズ的な。うわ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 ちゃおの。何あれ、ちょっと待って、すごいすごー。あ、でもクリスマスゾーンだ。あー、なるほどね。マリオのスターとバルーンとコンペイト、あれも多分星のかけらで作る家具なんだろうな。いや、やっぱ年中やってると強いよな。お、こんにちは。お、スナ、お、スナ、あ、スナさんのアバターだ。顔見せて。あはははは、かわいい。こんにちは。勝手にお邪魔してます、スナさん。これスナさんち？郵便受けあるからスナさんちっぽいね。うわ、すげえ。あー、住民全部フォトカードに封してる。わー、いや、いいなー。俺もこうやって残したいしかさ、パン屋さん、ちょっと待って、落ち込んだこともあったけど、私は元気ですじゃん。魔女との宅急便みたいな。これめっちゃいいなー、パンの。あ、ケケサルサとか、ケケマフィアとかあるじゃん。ケケカサのセンスいいなー。サンリオコラボ家具ってこんなのがあったんだー。欲しすぎる。人んちで。しかも、外着で爆睡する。バレたら怒られちまうよ。うわ、めちゃめちゃいいな、このサンリオ家具。なんで俺はもっと早くやってなかったんだ。欲しすぎる。うわ、ポムポムプリンテーブルに、ポムポムプリンベッドに、ちょっともう何人泊めるつもりなの、スナさん。確かにスナさんは、フルコンさんが東京に来るたびに家に泊めてますけど、別名スナサメホテルでおなじみの。俺、スナさんのことだから、てっきりチェキのポスターを、デカデカと、貼りまくってるもんかと。あ、いいや、いいね、わかる、この、ついたてでね、ちょっと隠しながら、トイレと、ユニットバス、で、ここにソファー、エアソファー置いて、座椅子で、ポップコーンとドリンク飲みながらテレビ見れるようにしてると。で、電子レンジがあって、コーヒーメーカーがあって、ダーツがあって、いや、俺、こういう遊びのある部屋にしたいんだよなー。で、風呂入りながら、アルファベット覚える。スナさんまだアルファベット覚えてないからね。うわ、いろんなトロフィーがある。なんかわからんけど、受賞している。あ、ハッピーホームアカデミーのトロフィーじゃないこれ。うわ、すごい。なんか、熱盛ってこんなリアルな人出てくるんだ。全然なんか、熱盛の方針に合わない、サイズ感の歌番組がやってる。いいなぁ、テレビ欲しい。テレビ欲しすぎる。起きて、俺もこういう趣味部屋を作りたいよ。ブラウン管のテレビとさ、薄型テレビと2つあんじゃんと思ったけど、カラオケもできるようになってんだね、砂さんちで。すごい、もう騒音なんて何のそのだ。ここは作り中なのかな。いくらでも遊ぶ余地があるぜって。いや、それが砂さんぐらいになったらあれなのかな。もういろいろたくさん家具を置いたパターンの部屋は用意したから、むしろこう無我の境地というか。なんかもうすごいね、月やん、月があるやん、部屋の中に。これ何、これ15夜イベントのレアグッズかな。お月見団子は絶対そうだよね。ムーンスポット、これすげえよ。ちょっと写真撮っとこうぜ。間違えた、なんで俺今マイルもらおうとしたんだ。部屋の中に月を閉じ込めるなんて贅沢すぎるよ。すげえなー、こんなあるんだ。何、何マイルで手に入んの月。ちょっとおもろいな。月っていう家具家に置くの。あ、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 君だよ君。あ、そう、チャチャマルだ、チャチャマル。ほら、ピエンの、ピエン羊だよね。これなんか、ピエンが一大ブームになった時ぐらいに、なんかこう、チャチャマルもね、俺見た記憶があるんだよ。いや、そう、岩の置き方悩むだろうな、今後。いや、てか、お前、砂さんはマジで、でもさ、あれの使いがうまいよ。獅子落としの。俺、でも砂さんで何時間ぐらいやったんやろうな。あ、リセットさんおる。てか、何これ。なんでこんなちっちゃい滝作れんの、バカ可愛いんですけど、カメだ。なんで俺がこんなカメにテンション上がってるかは配信を見ていただければよくわかると思います。スナさんもカメの良さに気づいてくれて嬉しい、俺は。いやー、素晴らしいですね。やっぱこれぐらい農業の場所を綺麗に見せたいよなー。うわ、もう離れに楽しむ場所用意してるやん。離れにさ。あ、みかんの木、りんごの木、桃の木、梨の木、チェリーの木なんかあるんだ。いいね。ノームの置物で働かせるスタイル。これが欲しいのよ、みんな。俺はこれが欲しいんだ、この鳥居が。
はいはいはい、常吉への道は一応用意してるんだ。こうやってはいはいはい、ルート作って常吉への道を作ってると。いやーでも実際、おお、ショルクあるやん。実際でもさ、俺もいつもなんかちょっと常吉のところ島の一番奥で降りたり登ったりしてるけど、こういう風にルート作った方がハワイいし楽だな。いやいいね、こうなんかいろんなタイプの花をさバラバラに配置してんのにすごい綺麗じゃん。いや、このこれこれこれ、この屋根が、この屋根がめちゃめちゃいい味出してる。だし、これはアーガイルタイルかな、なんだろうこの岩葉、マイデザインかな。この配置の仕方がすげえ綺麗。いやー待って、違う、逆にこういうね統一感持たせて並べるのもまたそれはそれでよし。風力発電までしてんの、須田さん、自然に優しい。もう浜辺は花だらけです。ちょっと渡りやすいように飛び石も用意してね。でこっちに、こっちだよーって矢印のこういう細かな衣装のところに並外れたセンスを感じる。ミッドサマーもあるしね。あ、こんにちは、人だ。こっちは砂ザメさんだ。え、何、じゃあさっきのお砂は偽物。いやいや、こちらこそいつも一緒に遊んでくれてありがとう。おー、すげえ、マジで。あ、えべ、あー、いや、夢だ、これは夢だ、これはきっと夢に違いない。ナンパ船もあるじゃん、カメ。いやー、このさ砂浜の使い方が大事だよな。わ、このコーナー、うわーっていうか住民の部屋の家のサイドっていうか周りにこういうスペースを作ってあげたい。え、なにこれ、風呂桶、ゆず湯、ゆず湯、ゆず湯で合ってる。これがマジで爆センスだわ。これ、ね、これマイデザインの床なのかな。かっこいいね。温泉ゾーンもあるが、うわ、こっちの風呂俺持ってね。うわー、源泉かけ流しの湯と水風呂。いやでもさ、この下を石畳にして枯れ竹で柵囲いを作って獅子落としの風流な音聞かせながら桜を食って、おい。でここにスズメゾーン作って、扇風機はある、俺もスズメゾーンは作れるぞ。俺もなんかすごいすごいって言って圧巻されるだけじゃなくて、なんか持ち帰れる知識情報だけでも手にしたいな。あー、浜辺に置くんだ。いや、すげえな、大先輩ですね。これはさすがにお見それしました。スナさんがあつ森大好きなの昔から知ってるしね。でも実際にこうやって作った島見に来たの初めてだったな。実際自分があつ森やったことによってどれぐらいこだわりと情熱を込めてプレイしてるかがやっぱよくわかるね。まあ、ちょっとこの爪の赤を煎じて飲みながらね、自分の島に持ち帰りたいと思います。こうやってなんかマイデザインもらえるんだっけ。いただきましょうか。どれぐらいあるんだろう、スナさんマイデザインって。もらっていこう。もらっていく。にやり、いただきました。あつ森大先輩のめちゃめちゃおしゃれな床とかもらえるかなと思ったけど、ありがとう。思い出に残るにやりの壁紙をいただきました。あー、面白い。いや、なんかさ、その実際圧倒的な島をこう浴びた時ってさ、こんな俺作れねえよっていう気持ちにもなるけど、でも不思議と今回スナさんの島を見させてもらった時に思ったのは、こうモチベが上がったね。今自分の持ってる家具の中から発想で取り入れられそうなポイントもあったし、クソ寝相悪、かわいい、面白い住民もたくさんいるってことが知れた。まだまだできることいっぱいありそうですね。動物の森、奈良子さんが100日後に先輩に一体どんな島を見せるのか、ぜひ皆さんも楽しみに見てていただければ嬉しいなと思います。そしてスナさん、今日は素敵な島に見せていただいてありがとうございました。では今回の砂ザメさんの島で学ぶ、あつ森島クリエイトの動画は以上とさせていただきます。最後まで見てくれてありがとうございました。それではまたねん、バイバーイ。いつもあなたの暮らしに微笑みを。チャンネル登録よろしくお願いします。